おお、切れた。スーパーハイグレード仕様だ。ああ、これはかっこいいね。ああ、最高だね。こんばんは、すくまです。今回ご紹介するのはこちら、加藤の車の目線の A、 標識灯点灯仕様です。今 EF64 が停車している機関車待機線は夜間も列車が入ってきますので、車止め標識を点灯させたいと考えました。開封するだけではなくて分解改造を施してリアルな点灯状態を再現してみようと思います。ぜひ最後までご覧ください。加藤からは何種類か車止め線路が出てまして、 A タイプはコンクリート製のブロックが再現されております。やっぱ点灯式の車止めって誰しもが憧れを抱くんじゃないでしょうか。加藤製品を買うのは初めてなんですが、どんな感じなんだろう。じゃあ開封して中身を見ていきましょう。はい、パッケージから出してみました。いいですね。ちゃんとコンクリートの継ぎ目なんかもモールドされてて、リアルな形状に仕上がってます。肝心のライトケースは黒い成形パーツで覆われてまして、前から見てみるとこんな感じで透明パーツと分けられてますんで、この透明なところだけ光るような構造になってるみたいです。前面の木材パーツはちゃんと木目のモールドなんかも入ってて、後ろの方はバラストに沿うような形でコンクリートが切り欠かれてます。ほうほう、レール給電方式で特別な電気配線は不要とありますので、試しに点灯させてみましょう。あいにく加藤のレールを持ってなかったので、手持ちのパワーパックとマスキングテープで配線を行いました。スイッチオン。おー、かっけーやっぱ標識灯が光るっていいですよね。一体成形のライトボックスで覆われてますので、横からの光漏れとかもなくて綺麗に点灯しております。続いてプラスとマイナスを変えてみましょう。あ、両方光るんですね。だから線路に通電さえされてればどっちの方向からでも光るということです。一通り中身の確認が終わりましたので加工に入っていきます。うちのレイアウトはピコのフレッシュレールを使用しておりますので、ブロックの部分以外は使えません。これから線路とブロックを分解します。上にまっすぐ引き抜くだけで簡単に外れます。あ、なるほどね。ここに LED が入ってて、裏から導光剤で光を導いてるんですね。で、裏返していくと爪が4箇所あるんで、ここも押して分解していきます。ちょっと横から押しながらこじ開けるようにして、お、外れました。道床は黒い線と黒い線の間の部分のみを使いますので、ハイパーカットソーで直線切りしていきます。レールが邪魔なので引っこ抜いてしまいます。おお、切れた。裏側の突起物も全て必要ありませんので削り取ります。もうね、バキバキいっちゃいますんであくまで素材として使います。今回は最後にヤスリで仕上げてフラットになりました。パーツを元通り組み直すとこんな感じになります。で、後ろから通電の板が出ちゃってますんで、板は端っこで切ってしまいます。製品のまんまですとレールに通電してないとライトが光らないということになりますので、今回はレールの通電状態に関係なく任意でスイッチでオンオフをしますので、電線をハンダ付けしていきます。台座の方にも電線を通すための穴を開けていきます。ベースボードにもマークしておきましたんで、同じくピンバイスで穴を開けていきます。よし、これで基板の加工が終わりました。そしたら基板のユニットをゴム系で固定していきます。よし、ピッタリッタ。パワーパックの TCS 電源から引っ張ってきまして、トグルスイッチにつないであります。これでオンオフを切り替えられるようになります。トグルスイッチの操作によって点灯と非点灯を選べるようになりました。線路の開通方向に関わらず点灯と非点灯を選べますので、実物みたいに日が落ちてきたら点灯させるってことも可能です。一応プラ板で塞いだんですけど、かなり光漏れが目立ちますんで、後で遮光しようと思います。後ろの切り欠きもちょっとでかいのでプラ板で塞いじゃいましょう。おー、ツルツル。前面と後ろだけツルツルだと違和感があるので、側面のモールドも全部削除しました。そのまま塗装してもディテール的に寂しいので、電球につながる配管を再現していきます。うわー、細けー。本当ちょっとしたディテールなんですけど、金属線が加わるだけでかなりリアリティが増します。というわけで一通りディテールアップが完了しました。このタイプが実在するかどうかは別として、結構かっこよく仕上がったんじゃないでしょうか。陰影を際立たせるために墨入れもしておきましょう。できました
いやめっちゃかっけえな、スーパーハイグレード仕様になりましたね。木材は元のモールドを生かして塗装のみで表現しました。筋が入っているので別パーツっぽく見えるようになってます。銅床の部分も遮光が完了しましたのでパーツを乗せて戻していきます。仕上げとして銅床やフィーダー線を隠すためにバラストとメディウムの混合ペーストを持っていきます。いやバラスト巻くのめっちゃ久々だな。前のレイアウトで専用線エリアを作った時以来じゃないかと思うんですけど、大きめの隙間を埋める時とかメディウムペーストは盛り上げやすいので非常に役立つんですよ。細かい隙間にも流動性が高いので入っててくれるので、こうやって爪楊枝で押し込みながら隙間を埋めていきます。この辺のエリアも側面を塗っちゃうか。おお、なんか高級感出てきましたね。うわあ、テンション上がってきた。最後にネジで留めていきましょう。一応ネジ頭も黒く塗って目立たなくしておきましたんで統一感が出てるんじゃないでしょうか。うわあ、これはかっこいいね。突然ですが画面中央矢印の部分にご注目ください。カメハメハ、これで機関車待機線にも通電が可能になりました。複数のパワーパックが電源を引くことが可能ですので2個同時に列車を運転したりとかそういうことにも対応してます。出来上がったコントロールボックスを机に置いてみます。おお、やっぱ同じ色のワトコイルで塗ったからか調和が取れてて非常にいい雰囲気です。さあバラストは乾いたかな。おお、カチカチに固まりましたね。これにて完成でございます。すぐ横に本線がありますのでバラストがこぼれ落ちないように押さえ板を用意しました。やっぱね、夜景って言ったら飲みたくなっちゃいますよね。当チャンネルオリジナルグッズの専用線グラスでいつも通り水割りで引かせていただきます。よっしゃー、準備 OK。 まずは部屋の電気を暗くしていきましょう。夕方っぽいいい雰囲気になったところでスイッチオン。おお。機関車待機線にデイが初入線いたします。おお。うわー、かっけー。おお、絵になるな。光の演出っていいですね。ああ、最高だね。机の運転席側からは点灯状態は確認できないんですけど、植え込んだステップの陰で一杯飲めちゃうわけですよ。さらに車止めの手前で車両を止めまして、この状態でスイッチを入れると前面が光るわけですよ、反射でね。うわあ、これもたまらんな。車高してからバラストを盛りましたので光漏れは一切なく綺麗に仕上がりました。こうなってくると機関車にもテールライトを点灯させたいなとかそういう考えも湧いてきてしまいます。光る車の目いかがでしたでしょうか。今後も皆様の鉄道模型ライフに役立つ情報を随時アップしていきますのでチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ハテ目とかワトコイルの塗装に至るまで全部過去動画で紹介済みでしたんで詳しいやり方については割愛させていただきました。その辺知りたいという方は説明欄に動画のリンク貼っておきますのでぜひご参考になさってみてください。標識灯のライトボックスから全部自作するとかなり大変だと思いますので今回のように既製品をうまく活用することで比較的簡単にリアルなオリジナル品を手に入れることができます。ぜひ皆様もお試しいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。すくまでした。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。